はい、どうもこんにちは、バードです。いつもね、ここで動画編集の作業をしたり、生放送の作業をしている僕のこのデスクですけれども、見ての通りね、デスクの高さが低いわけですよ。なんですけれども、やっぱりね、こう健康のことを考えたらね、椅子でね、作業した方がやっぱりね、いいような、ね、気がしてきました。なので、今日はですね、このテーブル、この低いテーブルの高さをね、上げて、普通のデスクにするというね、改造をやっていってみたいと思います。やり方としては 2x4 の角材をこの足の部分に取り付けると、そして今まで取り付けていた足も場合によっちゃね、使うことが将来的にあるかもしれないんで、それも交換できるようなね、そういう風な仕組み、その足を作っていってみようと思います。もうね、部材はね、買ってきております。まず設計の状況、それから部材の紹介などからね、やっていってみたいと思います。はい、部材はね、全部ホームセンターコーナンプロで買ってきました。2x4 は 2x4 であるとして、それから工具もね、必要な工具がいくつかあったんで買ってきました。まずハケ、それからディスクグラインダーの砥石ですね。グラインダーの砥石をね、何種類か買ってきました。そして金具ですね、それからネジ、それからワッシャー、スプリングワッシャー、これが4つずつですね。以上かな、以上ですね。そしてこれが、設計図ですけど、これ多分僕にしかわからないような設計図になってますね。しかも不完全、むちゃくちゃ。とりあえずね、現物合わせでいつもの通りね、やっていってみようと思います。はい、こちらがですね、僕の使ってるデスクのこの留め金っていうか、もともとテーブルの足のね、付け根の部分なんですよ。でこれね、くるくるくるってやったら取れるんですね。でこの金属の足をこの 2x4 にね、変更するわけですね。それにあたってどうするか、でこちらですよ。こちらね、全く同じものなんですけれどもね、これ別のテーブルから取り外してサンプルとして今はね、仮組みをしてみようと思います。はい、これをどうするかというと、2つね、こうやって、でこうやって、こうやって、こうやって、でこうやろうと思うんですよね。そうすると、これギュッと締めたとして、ここがね、若干こう飛び出てくるわけですよ。ここをだから何ミリかカットしなければいけない。でそしてここもね、ブサイクなんで、まあ、カットするわけですね。であとは、ここのところに、こう 2x4 を、こう、こんな感じでやって、で、ここもこんな感じで、こうやると。こうですね。でないと、この 2x4 の角材だけで、これだけでね、この足を支えるというのは非常に難しい。こうグラグラしてしまうわけですね。縦の揺れにも横の揺れにも対応させる必要があるということですね。はい、今これ飛び出た部分の、こう、部分をカットするね、目安の場所をこうマーキングしていってみたいと思いますね。ここですね。ここから先はカットするということですね。あとはここをね、カットするんで、これもね、毛がえていきたいと思いますね。こんな感じですね。はい、でもです。とりあえずね、これで金属加工が必要な部分は、これだけなので、早速ね、やっていってみたいと思います。はい、どうもです。そしたらね、ディスクグラインダー使って、カットしていきますね。金の猿買ってきました。ゴーグルを忘れずに。はい、いけました。
で、これちょっと危ないんで面取りしておきますね。よし、問題なく通りました。はい、以上で金属加工は終わりなんですよ。あとは木工やっていきます。よし、ありがとうございます。そうしましたら、2x4 の角材の切断の方をやっていきます。もうこれね、切るだけなんで、どっちがいいかな。よし、2x4でいこう。それでは短い方を切っていきます。よしと、これで一応全ての角材が、揃いました。あとはね、組み立てていきます。